河川のエアセクションと電車線区分表。エアセクションとは、電気鉄道の路線に電力を供給する変電所間で異なる電力系統を区分するため、あるいは保守点検上の理由で河川に設けられる設備のことである。エアセクションは、基本的に直流電化区間において、変電所から送られる電圧の起電区間と別の変電所から送られる。 同じ電圧の起電区間との境に設置される設備で、両河川の終端部において、両河川の引き止め箇所付近に外資を直列に取り付け、河川柱1から2スパンの間で空気を絶縁体として、河川を並列に配置しており、並列区間での河川間の標準理学は、普通鉄道で 300mm、新幹線で 500mm としている。これにより、セクションの一種である、 デッドセクションとは異なり、2本の架線は交渉は同電圧であっても、実際は条件により多少の電位差が生じている。なお、ここを電気車が通過する際は、平行する2本の架線がパンタグラフによって短絡してしまうが、通常の速度で通過するのであれば問題はない。車両は通電を維持したまま通過できるが、立行や改正ブレーキの使用はできない。そのため、 エアセクションと同じ構成で、河川間の総合理覚は普通鉄道で 150mm、新幹線で 300mm とし、両河川をコネクタにより接続して、同じ起電区間とし、立行や回線ブレーキの使用ができるようにしたものを、エアジョイントと呼んでいる。また、エアセクションと同じく、河川の釣り河川に外資とトロリー線に絶縁体となる、FRP 板を直列に配置して、 起電区間を区分する FRP セクションと交流電化区間で交流の位相差がない場所では河川に外資を直列に配置しトロリー線の部分にスライダーを設けて起電区間を区分する外資系同章セクションがある。両者とも駅構内などの低速で通過する場所や上下線の渡り線の河川に使用されている。しかしその区間に パンタグラフと河川が接触した状態で停車した場合、河川が断線してしまう事故が発生することがある。原因として、電位差のある両河川がパンタグラフによって短絡し、接触部の発熱によって、トロリ線の強度が低下して、自身の張力により破断する。あるいは、リ線によって、河川とパンタグラフとの間にアークが発生し、このアークは両河川の短絡電流によって、 通常よりも大きなものになるためトロリ線が溶断するといったことが考えられる。また、母線引き通しと呼ばれる、下線から安定して受電するために編成中のパンタグラフを母線と呼ばれる電線でつないでいる。場合には、パンタグラフが直接エアセクションにかかっていなくても、電車の編成の中にエアセクションが含まれれば、パンオーバーは発生し得ると考えられる。交代河線など、 エアセクション内で停車しても溶断が起きにくい河川も存在する。基本的に河川終電の電気機関車と電車はエアセクション内に停車してはならない。しかしながら踏切立証放置装置の動作や防護無線の受信などによる緊急停車の場合、やむを得ずエアセクション内に停車することがある。エアセクション内で停車してしまった場合、セクション両端の送電を 同じ変電所から行うなどして、電位差をなくし、一時的にエアセクションが存在しない状態にし、車両が移動できる状態にする。エアセクションから移動させた後は送電の状態を元に戻し、エアセクションを復活させる。エアセクションが存在しない状態にしたままでは、列車運行に必要な電力が不足し、通常運行に必要な列車本数を確保できなくなるため、 復活させる必要が生じる。また、平成内にパンタグラフが複数ある電車の場合、一旦すべてのパンタグラフを降下する。目視等の方法により、エアセクションにかかっているパンタグラフを確認し、エアセクションにかかっていないパンタグラフのみ手動で上昇させ、エアセクション外の安全な場所まで移動する。そして、パンタグラフをすべて上昇させた後、運転再開するという方法もある。 エアセクションが設けられている場所には、その存在を示すために、電車線区分表か、セクション標識という標識が掲げられることがある。一般的に、エアセクション突入前に、ここから、区間内に、止まるな。セクション外停止位置表として、クリアなどといった標識をそれぞれ置く。谷日駅京成大久保駅で河川が切断する事故が、発生し、3時間にわたって、運転を見合わせた。 埼玉新都市に駅大宮駅間で、上り普通列車が、信号現時に従い停車した際、現場付近に設置されていたセクション外、停止位置表よりも手前で停車したため、編成後部が、エアセクション区間にかかり、河川が切断する事故が発生した。その影響で、宇都宮線、高崎線に加え、本来直接支障のない並走路線の、京浜東北線、湘南新宿ラインの各線、 また湘南新宿ラインを通る快速武蔵の号において利用者の救済や還元したトラブルを含めたすべての復旧まで約5時間にわたり全線でストップした。19時10分ごろ、横浜駅桜木町駅間で運転士がエアセクション内で列車を停車させてその後に運転を開始した際にショートして火花が発生しそれにより河川が溶けて切断したため停電した。これは 運転士が列車の d a t c の誘導に従えば、セクション外で停車が可能だったのを、桜木町駅が4日夜に行われた花火大会の影響による混雑により、列車の間隔が狭まっていた状況で、先行列車に接近したため、運転士が d a t c の誘導に従わず、手動により、列車をエアセクション内に停車させたことが原因と見られている。これにより、長時間にわたって、 京浜東北線、根岸線が運行できなくなったため、乗客約35万人に影響が出る事態となった。翌日の8月5日には、京浜東北線と横浜線で一時区間、運休したが、午前5時分過ぎには全線で運行を再開した。8時6分ごろ、神戸駅元町駅間で、上り新快速電車がエアセクション内に停車し、その後、 再び動き出した際に発生した熱で河川が溶断されたため、スマ駅灘駅間で停電が発生した。このため、西明石駅大阪駅間の上り外側線で運転を見合わせた。また、塩屋駅スマ駅間でも、上り新快速電車と上り快速電車が停車し、乗客の降車及び河川復旧のため、9時10分から、姫路駅芦屋駅間で運転を見合わせた。その後、 12時15分に運転を再開した。この影響で、150本の列車に運休、遅れが発生し、乗客約15万人に影響が出た。19時48分、京都駅から新大阪駅間の上下線にて、瞬間停電が発生。その後19時53分に再度停電し、上下線とも運転を見合わせた。送電の停止後に、係員が点検したところトロリー線が断線し、 断線した箇所に停車した東京発新大阪行き、のぞみ391号と先行した同、のぞみ241号車体上部にアークコンを含む穴やくぼみが見つかった。上り列車を救援列車として運転した後上下線とも送電を止めて河川を復旧し、翌22日0時54分に運転を再開。この影響により下り12本が部分運休。 また、停車列車を含む上下線63本に365分から172分の遅れが生じた。JR 東海は7月13日、停車したのぞみ241号は、エアセクションにかかっておりトロリー線が過電流で、灼熱なんかし断線したことが原因だと発表した。東海道新幹線では、エアセクションが短くかつ、 交流電車であることから流れる電流が少なく、エアセクション内の停車を特に制限していなかったが、今後エアセクション区間を明示する標識を設置することとし、やむを得ずエアセクション内に停車した場合はパンタグラフを降下させてから移動することとした。事故当時大雨により密度を詰めて運行しており、起電区間内に列車が多数在線しトロリー線を流れる電流が、 通常よりも大きくなっていたことが事故の原因となった。10時55分ごろ、京浜東北線の鶴見駅川崎駅間で河川が切れ、京浜東北線や東線と並行する東海道本線と最大約7時間にわたって運転を見合わせた。原因は同日未明に実施した河川工事で誤ってセクション間を短落し河川が切断。 車両のパンタグラフが損壊したことによるエアセクションが登場する。ここで停車すると運転中止となる。ありがとうございます。